堀江由衣です。お便りを紹介します。てんたまネームじゅんどらさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日ほっちゃんはさてお片付けと深夜につぶやいていましたね。ツイッターではあのほっちゃんが部屋を片付けるだととざわついていましたが、なんじゃそりゃ、片付けは無事終了したのでしょうか。何のお片付けをしていたのかも気になります。かっこ靴下の断捨離というお便りをいただきました。ありがとうございます。そんなざわつかんでもっていう感じではあるんですけど、いやいやいや、もうあれですよ、例のね、あの火災報知機の点検ですよ。なんかね、つぶやいた近辺らへんにあのちょうど火災報知機の点検が、来るっぽい流れに、なっていたので、ちょっとね片付けなくてはと思って、でもなんかだいぶちょっとダラダラやってて、いやこれなんか終わらんなみたいな、まあなんか仕事の都合でこの日までにちょっと終わらしときたいなみたいなのがあったから、あーもうこれ徹夜かなってなって、結局夜通し片付けてましたね。はい。で朝方ちょっと仮眠取ってみたいなことしてたんですけど、もう何あの徹夜とかしないじゃないですか、我々徹夜もともとまあするタイプ、あんまするタイプじゃないんですけど、ほとんどしない徹夜をあのたまたまもうしたらですね、背中バッキバキになりましたね。なんかあの夢で寝ながら背中があまりにもバキバキすぎて、あー整体予約しなきゃって思ってる夢を見るぐらい相当背中バキバキになりましたね。いやまあでも久しぶりにね、あの火災報知機の点検があって、まあお片付けして、まあ無事ねちょっと前に終わりましたけれども、はい、なかなかね大変な、掃除をしていました。いや何が多いっていうこともないんですけど、まあ大体多いのも今推しのグッズとかですよね。グッズ系ってやっぱ捨てられないから、なんかうまいこう収納方法とかないのかなと思って、よくインスタとかであのグッズ収納みたいなのを見たりするんですけど、なんかねみんななんかすごい可愛く収納してて、可愛いけどこれで収まるみたいな、なんかねそんな感じになってますね。いや大変だったわ。もうなんかでも最悪あの全部袋に詰め込んで、なんかこうあんまし使ってね押し入れとかに放り込むっていう、まあ、最終手段があったはあったんですけど、まあ、できるだけそれやりたくないから、あのなんかねできるだけこう片付けてみたいなことはしたんですけど、でもなんか結果片付けたというよりは物を移動させたになんか近いなと思っちゃって、物をなんだろうな、角張った感じで移動させた感じってわかります？なんかそれまではザーってなってたのよ。なんか集めてトントンってしてこう角張ったところに押し込んだみたいな、なんか片付けっていうかみたいな感じにはなってますけどね。まあでも一見綺麗にはなったんで、まあ良かったかなと思っております。はい、まあそんなことをしてバタバタしておりました。ということで堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんてん、堀江由衣です。堀江由衣情報は、およそ
2年ぶりとなる新曲アデューのデジタルリリースが決定しました。わこちらはですね、現在放送中のテレビアニメシャーマンキングの第2弾エンディングテーマとなっております。インモラリストをはじめ数々の楽曲を提供していただいた清志隆人さんによる書き下ろし楽曲となっております。こちらは7月1日木曜日より各音楽配信サービスにて配信がスタートします。さらに来週のテンタマでは音源を初解禁します。お楽しみに、ということでね、はい、2年ぶりとなる新曲、2年ぶりに新曲をリリースするということになっております。はい、曲はねおなじみの、清志隆人さんに作っていただきまして、これあれですか、まだ全然そっかどこでもかかってないみたいなことですよね。いや、なんかこのデジタル配信サービス、違うね、デジタル配信、何なんつうの、デジタルリリースでいいの、デジタルリリースみたいになると、なんかこの告知から流れるまでがものすごい時間が短いっていうか、ほら CD とかだともうちょっと前から発売しますみたいなお知らせするじゃないですか。まあ多分ね、お店さんの予約取りとかなんかいろいろあるんだと思うんですけど、なんか結構前にこう告知して、でなんかね 2,3 ヶ月したら発売するみたいなイメージがあったんですけど、なんかこう解禁っていうか、このお知らせしてから流れるまでがめっちゃ早いっすよねっていう感じ。え、何みんなこのテンションえ、私だけ驚いてんのねえねえ、私だけえ、沢さん驚かない、当たり前も今よね。だからそんなリアクションないの目の前にいるのに、作家として目の前にいるのにそんなにリアクションないの。あ、そう、まあそっか、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、あ、そうなんだっていう感覚で結構私はね驚いておりますね。はい、で現在ジャケットと最新アーティストビジュアルも公開しております。どこかで公開しておりますどこかで公開しております。どこだろうね、まあ多分ツイッターかホームページかあたりに載ってるんじゃないかと思うんでね、はい、そちら探していただけたらと思います。そしてこのアニメのエンディングテーマは7月1日の木曜日のシャーマンキングのテレビアニメシャーマンキングの放送分からエンディングテーマがアデューになるのかなっていうことになります。7月1日からエンディングテーマが、そのアデューに変わりますということになっております。ただね、これね7月1日からエンディングテーマにはなると思うんですけど、ジャンヌちゃんが出てるかどうかはちょっと分かんないです。はい、その辺はねアニメをしっかり見て確認していただけたらと思います。はい、いや、それでだから最近になって結構このアデューのね取材とかを受けるんですけど、だからその感覚もあれこれいつ出るんだっけなみたいな、9月だっけみたいな、なんかそういうちょっとぐらい最近取材とかね受けさせていただいてて、いろいろお話とかしてるんですけど、7月1日え、もうすぐじゃんみたいな。だからその記事自体もまあ次の号みたいなのもあるんだと思うんですけど、結果そのネットの記事とかネットの取材だったりするから両方早いみたいななんかあ、そうなんだ、スピーディーですねみたいな感じですね。はい、あとシャーマンキングのねエンディングということなんですけど、なんかねこれね私もなんていうのが正解なのかちょっとわかんないんですけど、今までエンディングテーマって林原さんとかアンナちゃん、林原さん演じるねアンナちゃんが歌われることが多かったっていうことで、なんかこう何社さんかこう取材受けたんですけど、その中の何社さんがそれについてどう思われますかって言われて、えこれはなんて答えるのが正解なんですかっていうちょっとわけわからない質問をされたんですけど、まあ、考えてみたら、あ、確かにずっと林原さん、あ、アンナちゃん歌われてるわっていうのはもちろんあるんですけど、私としては別に私がね決めたわけじゃないから
りは多分そういう流れなんでしょうみたいな。まあまあね、ジャンヌちゃんもこの話数あたりにおいて結構なんかこう謎の少女みたいな感じですごい重要な役回りがあったりもするので、あとまあ人気キャラだったっていうこともあって、多分まあそういういろいろの兼ね合いで、アヤメイでジャンヌ最悪の堀江さんにエンディングみたいにな多分なっただけっていうかなったわけじゃないですか。なんかね、あ、何をどう答えればよかったんだろうというのがなかなかね謎だったり、でもそれを聞いちゃったからには、え、なんか変なプレッシャーが今からすごいかかるんですけどっていう風にちょっとなってますね。でもほらそれね、何社さんか聞かれたってことは皆さんもそう思ってる可能性があるなと思って、ちょっとあ、そっか、そういう風にも捉えられるのかってなんか私もね驚きましたけれども、まあなんかね、でもすごくこうこのお話の段階においてのアイアンメイデンジャンヌちゃんのそのなんか立ち位置みたいなところと、まあ多分ね何回も林原さんが歌うのも大変なんじゃみたいなのがそういういろんな事情とかが相まってなったのかなっていう感じだとね思いますけどね。でもすごくなんだろうな、世界観に合わせていただいてすごく作っていただいたので、まあ、どんな曲になってるか、楽しみに聴いていただけたらと思います。はい、ではリスナーさんから届いたふつおたを紹介していきましょう。静岡県のてんたまネームほっちゃんと宇宙旅行さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。ほっちゃんは定期的に新しい服を買っていると思いますが、ちなみに古着を購入することもあるのでしょうか。意外と知らない古着の購入事情を教えてください。これね、なんかどう思われてるのかちょっとわからないですけど、ね、古着ねたまに買いますね意外と。はい、あんまりもしかしたらイメージないかもしれないですが、なんだろう、例えばこう雑誌の連載とかそういうものだったりで意外とね古着のワンピース着てるとかっていうこともあります。はい、いやなんかね、何がいいかって柄が可愛いんですよね古着って。なんかね、古着花柄のワンピースとか結構いっぱい売ってて、だといろんな色だったりいろんな形だったりなんかね結構面白いっていうか、なんかいろんなものが売ってるので、なんかたまにこう覗きに行って、あ、この柄可愛いなとかっていうのはあって結構見たりもしますね。はい、あとほら今売ってるものじゃないから柄とかで誰かとね紙面状をかぶったりとかっていうのも結構少ないと思いますし、あと本当なんかね今ない感じの柄があったりするから、なんかそれが可愛くてちょいちょいね、まああんま多くないですけどちょいちょい買っちゃったりしますね。でもなんかねやっぱサイズ感の展開がないじゃないですか、一点物っぽいから。だからあーでかいなとか、あー閉まらないなとかチャック閉まらないなとか、なんかそういうサイズのものものはあるから、なんか本当出会い的なね感じなあれはありますね。あーなんか本当に運が良ければみたいなところもありますね。意外となんかねそういう古着っぽいものとかなんか割とちょいちょい見て買ったりは実はしてます。はい、じゃあもう一枚、てんたまネームメダカ担当さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。私最近ボルダリングに興味があるてん。ほっちゃんはボルダリングとかしたことあるてん。他にも何か屋内スポーツで興味のあるものやおすすめがあれば教えてほしい点というねお便りいただきました。ありがとうございます。てんたまは大丈夫なんですけど、これね多分ラジオによってはこの点が全部ねカットされる可能性この語尾の点がねカットされる可能性あるからお気をつけください全然てんたまはもう大丈夫、そのまま読みますあ、そう、でもこれボルダリング私も実はちょっと興味があって、なんかね行こうかなって思ってた時期があったんですけど、まあちょっとね行かないまま、まあなんか今に至るって感じにはなっちゃったんですけど、これ実はねボルダリングやってみたいんですよ。いや無理でしょ、全然無理だと思います私。もうね体が重すぎて全然登ったり持ち上がったりするあれはもう全然ないんですけど、でもやってみたい競技ですね。一時結構声優
さんたちの間でちょっと流行った時期とかがあって、なんかあのお友達の役者の女の子とかもちょっと行ってる時期があって、話聞いたらめちゃくちゃ面白そうだし、その子なんかでもうバッキバキなんですよ筋肉。すごいってなって、なんかこう意外とこう全身使うし、次の日めちゃくちゃ筋肉痛になるしいいよみたいな話を聞いて、ああそれなら行ってみたいなって思ったんですけど、まあねちょっとなかなか機会がなかったんですけど、これでもあの未だに私ボルダリングちょっと興味があって行ってみたいなって思ってます。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。リクエストが届いております。てんたまネームやまやんさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。6月になりました。梅雨の憂鬱な時期ですが、少しでも快適に過ごしたいので朝顔をリクエストします。リクエストする理由をひねらないでストレートにしました。よろしくお願いしますということでね、朝顔か、なんでだろうね、あの梅雨の時期だけど、まあ、そろそろ朝顔のね種を植える時期みたいなことかな。もうちょい前かな、朝顔の種、夏休みに咲かないかな、これじゃどうだろう。はい、まあそんな感じでね聞いていただけたらと思います。堀江由衣で朝顔。遠い遠い花火が色あせるほど強く強く胸を締めつける、そう世界はめぐるの冒険のように、どうしてこんなに切ない、切ない、ねえ今もし夢の続きならすぐに行くよ、辛くはないけどちょっと切なくなるの、だってほとんど夢を見れなくなるから、さあ希望を希望を背中に持って、君と行くよ Anytime だよね、夢に向かってすぐに飛び立て、ねえ暗い夜こそ明るい夢を見ていたいんだ、新しい朝を手に入れるから、もうすぐ。私はミスモノクローム。アデュー。どうしました？ほっちゃんの新曲のタイトル、誰よりも早くいじってみた。まあいじったというか、普通にフランス語ですからね。ポンのアデュー。あとあのアデューってさよならって意味ですからね。ではメッセージを紹介します。東京都てんたまネームやまやんさん。モノクロームさんは初中見舞いを誰に出したいですか？三島さんには送る。林 Z はまあいいか。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、名言王に私はなる。リスナーさんからよくある名言を募集して、それを私がアドリブで全く新しい名言に変えていきます。それではミスモノクロームのおもり役、2代目ミス言葉攻めの今野さん、お願いします。はい、それでは早速行ってみたいと思います。はいはい。兵庫県てんたまネーム3代目紅白の22番さん。
いきます、はい、ノーアタックノーチャンス。あーノーアタックノーチャンス、へえ、あ、レーシングドライバー佐藤拓磨選手のモットーですかね。あーなんかかっこいい、なんかかっこいいですね、そうやって聞くと。ノーアタックノーチャンス、ノーアタックノーアタック、いや、あの中学校の時にバレー部だったんですけど、あのバレーボール超下手で全然私多分アタック打ったことないかもしれないバレー部だったけど、なんか試合とかでアタック打ったことないかもなノーアタックノーアタック続いて静岡県天玉ネームほっちゃんと宇宙旅行さん、はい、死の子の言わずに東大へ行け。あードラゴン桜かな。あーいいですね、死の子の言わずに東大へ行け、ドラゴン桜より。あーいいですね、あーなるほどね、はい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 、あのドラマはたまにあの見れる日っていうか家にいる時は見たりとかしてたりとか、あと漫画が好きで漫画は結構ね、あの前のやつとかは読んでましたね。で新しいシリーズも一巻とかなんか買って読んでた気がするな、はい。まあなんかね続き本屋さんになかなかこう寄らなくなってしまったので、続きがねどれぐらい出てるかちょっとわからないんですけどね、ドラゴン桜面白いですよね。これね学生時代に私もなんか自分たちもこれ読んでたかったって、まあだからどうってことないけど、でも読んでたかったってなんかちょっとね思わせられる作品ですよね、はい。なんだろう、死の子の言わずに東大へ行け、あー4と5の段は言えるけど、なんか7の段8の段は怪しいぞだいぶ変わったか7の段8の段言えないやつ東大にそもそももう言えないかもしれないけどっていうね、まあまあみんなそうでしょ、みんなもうちょっと忘れてるでしょ、7の段とか8の段とかその辺忘れたでしょ。はい諏訪さん、71が7、あもう71がって言ってる時点でダメじゃない、7の段って。なんで、え71ですよね、71、うん、それ多分いけないよどこにも71じゃダメ、そう71の時点でもうどこにもいけないっすよ多分何にも出てこないっすよ途中から。8の段、81が8、8に16、あもう8321ぐらい違う8324か、8324、8し分かんない、8しマジ分かんない8し46ぐらいでしょ多分、8号は40でしょ、あ違う、あ待って、8号40で、え8号40だよね、8し48 86は48だわ、あーやばいやばいやばい、もうね本当現役小学生の人とかに聞かれてないといいねこの番組、あーそっか、なんかクク覚えなくていいんだになっちゃうからね、絶対覚えてこうなっちゃうからククはもうしっかり覚えて、はい、あ終わり。ということで引き続きこのコーナーでは私にアレンジしてほしい名言をお待ちしています。
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れになってしまいました。8648、言える言える言える、合ってるでしょ、48、多分合ってますよね、48。ハックハック、72ぐらいじゃない？違う待って、ハック72でしょ、67674848、全部一緒だよ。いや、なんかほら、よくねテレビとかでこう芸人さんとかでクク危ういいじりとかってされてるじゃないですか。見ながら、なんか私もでもそんなもんなんだけどなと思って、でも世の中の人ってみんなそうだと思ってて、だいたいこんなもんすよ、もうクックなんて。5から上の段は逆いけばできるわけだから、あえて覚えなくないですか。あ、いやそうは限んない、5より上もあるか。あ、上もあるか、あるよね。あれ、いや、5より上ひっくり返せばいいじゃんって思ってたけど、あるね、ここから上。やばい、そう、もうなんかクックの概念わかんなかった。使わないんですよね、あんま使わないね、もうね、大人になったらね。いやでも掛け算はするから、全員ちゃんと覚えた方がいい、全員ちゃんと覚えた方がいいのは間違いない。学生の皆さん、間違いないで覚えてくださいね。はい、ということで、来週はなんと新曲をオンエアするということでね。はい、新曲のアデュー、一体どういう曲なんでしょう。はい、ぜひね、来週テンタマ聞いてください。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵、それぞれの係まで。メールはすべて小文字で、卵@joqr.net、卵@joqr.net、 卵は TAMAGO です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんには天使の絆創膏をプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は笹七九、七九60いくつ、な堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。いつか巡り合うのね、求め合う一人同士。
星が夜さえ話しかけ